帰るか。充電の仕方は分かってなかったけど、ケースに入れたら充電勝手にしてくれるのかと思ってたけど、ボタン押さなきゃいけなかったんだね。あ、そう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 、それ教えてくんないんだもん。あれ言ったけどな、はい、ボタン押せばいいか、光るよ、うん、いや、光んないねって話しかしてなかった。ほんと、まあ、だまだな。じゃあ行こうか。でもさ、職場でも機械いじってるからさ、すでにそういうのなんかピンとくるからいいよなって思った。何も言ってねえのに、僕何も言ってねえのに。さてさて、あそこ行きたい。何？あの噴水広場。ああ、うん、ヨドバシの。全然行くの。うん、あそこ行こうじゃん。あそこ行って帰ってくるか。でもセッティングした方がいい、曲の。あ、違う、これで下げたら何も音出ないんだと思って。ああ、それに衝撃を。白摘み草。永住したいよな。自然がすぐこう近くにあるのってでかいよね。自然や声もあるし、うん、なんかさ、なんつんだろう、都会みたいにさ、こう人工的に作られた公園ってあるじゃん。境川なんかあれだな、青大将出るしな。あんまりやるの好きじゃないけど、こう自然やったらこう、まあ、やぶか多いけど。やぶか、マジやぶかだ。ああ、そういうのがやばいじゃん。やっぱこういう自然みんなであれ、ブユに刺されたんじゃないのって言われるぐらいの腫れ方。まだこの発展してないこう中途半端のこの自然が好き、いいよね。すごい利用する人多いよね、観光客多いとか。めっちゃいい。あら、ボールが。ここにありますか。そうな、あっちの公園だとカブトムシとですね。うん、金森山何気に穴取れ。あ、やったぜ。水の山もいるのに鉄板なんですか。しょうがないよ。やっぱヤブカ多いからさ、ここ。そこだけは注意していただいてれば。よりあれだよ、金森山の方が。やばい。まあ、しょうがないけどね、自然の節水だから。蚊が多いの。蚊だけは嫌だな。俺一番美味しい。かゆくなんなければいいけどさ。刺されやすい B 型だから。うん、俺 B 型だよ。うわ、だから性格悪いんだな。うちの姉ちゃんの性格悪いんだな。俺も性格。カスだって自分でも自覚してるんだ。いや、自分がさ、言ったらなきゃ結構レア、レアじゃん、AB って少ないじゃん。うん、これひどいな。なにこれ。え、なにあれ、なに。まあいいや、見なかったことにしよう。すごいな、この公園できっと誰かがなんかアホなことしたんでしょう。キャンプ場と間違った。うん。お腹すいた。何食べようかな。
キーマカレーであれにしようかな。冷蔵庫に入ってるあのエビチリみたいなやつ作んないと。うん、だね。そろそろやばいね。作るか、今日。明日もこれやべえだろうな、暑くて。暑さがさ。あそこ行くのはいいけど。つく行こう。いい子かな。うん。多分そうだと思う。絶対浮いてんだもん、ね、顔だけという顔だけ取ればいいというわけではないですか。あ、まだするの？うんこ出ないの？葉っぱついてる。まだうんこするの？ふんばり？あ、出た。ほんとは葉っぱがオブジェのようについてますよ。とりあえず行こっか。1時間ぐらい余裕でかかる。かかるか。今これさ、iTunes で入れてる曲30分なんだよ。あ、そうなんだ。なんかポップ見るとこれ2巡ぐらいしてるんだけど。ん？ポップ見ると下手すと 3回ぐらい聴いてるから1時間半いるぞ。くっ。よくか今。うん。今幻覚見えた。何？え、チャリが来たように見えた一瞬。それはね。危ない。まだあるやん。元からだけどね。あ、ポップちょっと逃げちゃうから大丈夫。葉っぱずっとついてる。なんかずっと葉っぱつけてるんだけど。葉っぱずっとつけてるコイちゃんいるかな。コイちゃん、コイはいるよいしょ。下で野球本当だ。いいね。ちょっとコイちゃんが見たい。いますね。綺麗だよな、ここが。まだ葉っぱついてんだけど、ハネスにさ、こびりついてて、葉っぱが、うん、きついた、おぶ、かわいい。なんかすっげえ酸っぱいの。梅のニュース。なんかすげえ昆布のニュース。サリンじゃないと思って。まあ、サリン変えたことないから知らないけど。あ、多分こんな会話知らないと思うよ、さすがに。サリンな。あの車両になおばちゃん乗ってたからな。車両が違っただけで生きてたってだけだから。あ、知り合いの？あ、分
さんのお姉さん。ああ。だからあの事件があった電車もろもろ。あの子だ。第二波。月が出てますよ。もう月が出てるよ。あ、4K だと超くっきり映るの。4K だと超くっきり映る。こんな映るんだ。びっくりした。 4K すげえ。山までさ、ボワーンとしか映ってなかったからさ。拾い損ねた。拾ってくれる？あ、はいはい、はい、ここに。奥にまだあった。うん、四角になってた。あとは水で流す。ちょっと感動した。月が超くっきりした。ごめん。はい。持ってのが。はい。これか。はい。ありがとう。待って、ポンちゃん。待って。はい、どうぞ。どこまで行ったの？こう左って。左行って。うん。あの緑地線か。はいはい。緑地線見えるあそこの線路のところ。うん。まで行って、あそこの横断歩道。うん。で、車が来なかったんで渡って U ターンしてきた。なるほど。そしたら弁当買って歩いてるおっちゃんに話しかけた。かゆっ。俺刺されたよ。足これやんな。あ、ありがとう。プシュー。ありがとう。助かります。ごめん。なんかね、虫刺されのこのスプレータイプじゃんって、シートタイプの売ってるらしいの。はいはい。それなんか手に飛沫もしないからおすすめだよって言われた。自分も結構目に入れちゃってる人だから。実は痛いよそれ、目入ると。痛い、めっちゃ痛いよ。でもこれさ、プラスに考えたらさ、あれだよね、ちょっとした護身用にはなるかな。まあ、
あ、めっちゃいいですね。気持ちよすぎて歩きすぎちゃった。いや、でも、うん、かわいいねって後ろから来たお姫が撫でてくれたから、よかったね、ポンタン。今日ご満悦じゃない、顔はね、ウキウキするんだよ、褒められた時。ポンタンめっちゃ金の匂いがしてくるね。超腹減ってきたよ。あそこパッと往復してどうする、ダイバー行っか、アイス買おうかなってしまう。ガツンとみかん食べようかな。だったらコンビニでいいじゃん。武井壮さん推奨の ガツンとみかん。まあやっぱりコンビニあそこでもいいや、めんどくせえ。なんかあそこのコンビニで買うのが分かんない。炭酸水買った。あー、あれ忘れた、7個現金ならあるよ。まあいいや、めんどくせえ。別にじゃん、どうせそっち行くんだ。どっちでもいいけど、最近キャッシュレスが安いからさ。充電しながら撮ってるもんな。届かん。ポンちゃん、そっちダメ、そっちやだ。ポンちゃん、わがまま言わない。熱っ、熱いな。後ろ人来てるよ。うん、大丈夫だ。実はうちにもパグがいるんですよ。あ、かわいい。ちゃんから夕方じゃないってなんだけないね。本当そうですよね。暑いですもんね。あ、いやいや、大丈夫ですよ。ありがとうございます。ポンちゃん、ほらそっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない。ポンちゃん、ポンちゃん、ついてかない。違う違う。ポンちゃん、違うぞ。ポンちゃん、行けって言いますね。ポンちゃん、違うよ。うん、うん、言っちゃったね。バイバイ。じゃあ行きましょうか、ポンちゃんね。面白いね。こっちこっち。いいね、いっぱい声かけてもらえるか嬉しい。こいつは犬大好きですから。ああ、いやいや、大丈夫ですよ。全然触っていただいて大丈夫です。かわいいね。ありがとうございます。いつも洗ってあげてるんでしょ。いや、洗うのは、うん、1ヶ月に1回とか。あ、それでもこんなに綺麗なの。はい、ブラッシングだな。ブラッシングはね、よくしてあげてる。ね、そうなんだ。どのくらいですか。あ、年齢ですか。ほぼ、うん、今4歳になったので。綺麗、本当綺麗だね。嬉しいね。ね、褒められて嬉しいですね。ね、ポンちゃん。旦那、お兄ちゃん。はい。美人が持てば綺麗になるよな。ありがとうございます。よいしょ。よいしょって。よく白くなったし。うん、
ポンちゃん良かったね。褒められたから歩き出したやっと。相当そのあれもね洗ってやるよかなと思ったら後ろの方がよく洗ってやって洗ってください。一番汚い話をお父さんが言ってるよ。いやいやいや何をおっしゃいます。あ、私ですか、うん、まだ34。あ、それじゃ若いな。はい。これ80じゃん。あ、全然見えないっすよ。いや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 、そんなサービス、そんなサービスされなくても大丈夫ですよ。いいじゃない、みんながサングラスかける声だから。ポンちゃん、なんかあんの？そこ。あそこちょっと助走で今もう大丈夫か、助走がない。今もう飲んでます。すごい書いてた。何時ぐらいだったら はい。なんで聞こなかった。ポンちゃん、あんまそうになるかめついてくれ。聞こなかった。前そこはさ、小鳥がいる時はびっくりした時は、ここの裏の自販機安くなかった。ジュース買いたいの。安いんじゃなかった。あ、そうでもねえや。ごめん、そうでもなかった。ここじゃなくていいや。あ、いや、いい、やっぱいいや。残り少ないけど、いいじゃん。あ、航空音たまるって言っちゃった。あれ、スマホあるよ。あ、ほんと買おうかな。あ、これしかもリアルドラゴンブーストある。どれ買いたい。どうしようかな。あるよって、ただで買えるのがあるよじゃなくてね。あ、本当？まあいいや。あ、残り少ないあれだったら、うん、じゃあ大丈夫大丈夫。ごめん。さあ、携帯持ってくればよかった。メイン携帯やべえな、今スマホねえとダメだな。何もできねえな、逆にちょびっくりした今。なんか航空音もジュースも買えねえし、俺現金も持ってねえもん。持ち歩いてねえもんマジで。だからお前金出せって言われたけど、何もありませんしか言わない。でも私この状態で金卓にあったら犬のうんこを盗まれるだけなの。正直だ。あの小銭あるって言ってもジュース代だから500円ぐらいしか入ってない。カバン。犬のうんこプライスです。これドバシですよ。なんかこのヨドバシ好きなんだけどさ、なんでなんだろうな。東京に入りました。神奈川に入りました。あ、このね、螺旋駐車場ね、噂の。面白いよね、うん、忙しい。カーナビが一番忙しくなる。そう、カーナビがね、本当にね、神奈川、東京、神奈川、東京。うわー、マジだと思って、あれね、本当に県境に住んでるなって思う。そう、カーナビがね、東京、神奈川、東京、神奈川って音声ね、県に入ったらそういう風に知らせてくれるシステムつけてないからそういうことはやらないけど、深く考えるとだから、まあ境川だからな、うん、その名前だもん。ここの、あ、いいな。一匹だけ鯉さんが泳いでる。このプカーって、ね、どこに行っちゃったんでしょうね。暑いです。楽しそうな夫婦だな。ね。帽子ちゃんと。こんなサービスされなくても。こともみたいだなって思いながら。ね。よかった。動画こういう時撮っといてよかったの。この子、航空呼ぶワンコ。ね。間違いなく。ね、コップ。もう4歳か、お前。早いな。声かけてるね。あのパグ飼ってた人もさ、犬飼ってたから余計にさ声かけたくなっちゃったんだろう ね。あれ絶対ね、これ渡っちゃう。
うん、これは俺持つ、俺持つよ。ポップ。はい。じゃあ汚いよそこ。はい、ボンちゃん。はい、待て。えい。はい。ここちょっと渡っちゃいましょう。あ、横断歩道あった。ちゃんとあった。ちゃんと横断歩道を渡る主義者だから。バジリスクってイケメンの絵が並んでて、ケリチャグラの絵だからなのじわる。考えたらいけんだよ。うん。途中してるから多分そこになる。これ止まってくる。あ、左。いや多分ね、こう高確率で止まんない。見通しよくても。あえて飛び出す。いや危ないと思うけど。で鳴らすんでしょ、しかも危なだーっつって。あ、こっちから来ちゃった。これ通り抜けできたはず。こっち、右右、よいしょ。夕日東田急線って超絵になる。あ、いいね。あ、いいね、新松田駅じゃないですか。あれでいなかったっけ。ごめん、姫の錯覚だった。うん、そこだよ。ここだったね。一個違う。立ち小便禁止。ほ、こっちだよ。うん、ここでした。駐車場の中じゃね。間違えてた。ここやぶっか多いから、ちょっと待って。ポンちゃん奥ね。ごめんよ、ぽんよー。いえって、これまたなんか面白い生き物いるかな。いねえか、今日は。でも鯉は結構いいんだよな、ここな。左から行く？どっちからでも。左から行くか。はい、うん。いやーしないで、本当に。たまにはここから入ってん？小鴨？入ってる。綺麗だからね。ちょっとした公園。うん。犬入れるし。ね。今だいたい30分。うん。音楽ちょうど終わっちゃった。53分か。なんかこの石の上に鳥いっぱい溜まってると思った。これ？いやねえだろ、これ。ここから見るとラウンドワンのピンが実は3つ見えます。ここで1回切るか。